安倍駅は、鳥取県八津郡八津町、草壁あざ徳尾にある、若狭鉄道若狭線の駅。駅名の由来は、駅舎のある、草壁地区と、八頭川の対岸にある、安井宿地区とで、駅名の争奪線が起きた結果、双方から一時ずつ取ったことによる、周辺に、安倍という地名はない。若狭線の開業は1930年12月1日で、あるが、 ホームの位置を線路の東側、西側のどちらに設置するかという問題が政治的対立にまで発展した影響により、若狭線の早草駅若狭駅の開業から1年2ヶ月後の開業となった。なお因果関係は不明だが、安倍駅の駅舎は構造がやや変わっており、玄関が線路と平行に向いていて、ホームのすぐそばで線路を横切る道路に面している。 という構造になっている。駅本屋及びプラットホームは1932年の建築であり、2008年には国の登録有形文化財に登録された。若狭方面に向かって左側に単式一面一線のホームを持つ地上駅。便所は改札外に男女共用の推薦式便所がある。駅本屋は理髪店と一体化しており、出業務が 同店に簡易託され、理髪店のオーナーが駅長を兼務している。理髪店の休業日は、無人駅。1日の平均上行人員は、以下の通りである。映画、男は辛いよ虎次郎の告白のロケ地となったことがあり、ホーム脇に記念植樹されている。また、駅舎には、同映画にちなんだぬいぐるみが置かれている。ありがとうございます。